NHK の第5報で日本政府が大迷惑ミサイルで本日午前0時22分ごろ NHK が北朝鮮がミサイルを発射したと報じてしまいました私もラーメンを食べに行っている最中にこの報道に接し海上保安庁の警報を確認いたしましたが警報もなかったため誤報であると判断し 動画は作成しておりませんけども、この誤報を受け、和田正宗政務官は、日本政府が対応に追われたと明らかにいたしました。また、NHK は、この誤報について、訓練用のものを誤って配信してしまったと説明しておりますが、そのようなことは起きないんじゃないかと、 バラ政務官は批判されているんですけども、この NHK の誤報についてアメリカの専門家は戦争勃発の恐れもあったと激怒しております。NHK にはなぜこのような誤報を打ってしまったのか徹底的に調査をしていただき、また総務省にはこの 誤報について、NHK に二度とこのような重大な誤報が発生しないように、厳しく対処していただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。